はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、11月の10日火曜日でございます。今日からですね、ディズニークリスマスが始まったんですけれども、ジョマジはですね、今からディズニーアンバサダーホテルに行きたいと思います。何しに行くのかっていうと、ここのね、シェフミッキーがなんとね、クリスマスメニュー始まったらしいです。もうね、シェフミ行くのね、超久々なんですよ。もうコロナ前に行ったんで、多分下手すると1年ぶりぐらいのね、シェフミなんですけれども、クリスマスメニューがね、始まったっていうことでね、今日は予約したので、早速今から行ってね、楽しみたいと思います。この辺もね、すごいライトアップされて綺麗ですね。クリスマスツリーがあります。では行ってきます。受付がクリスマスの装飾あります。お盆を取る前に消毒作業がありました。グレイビーソースで。はい。あっちのサーモンを、サーモンを、はい、かしこまりました。器はご一緒でよろしいですか？大丈夫です、はい。それではいただきます。めっちゃ美味しそう。さすがアンバサダーホテルですよ。めっちゃうまいです。焼きそばお願いします。はい、かしこまりました。こっちには、ラッパーパンと焼きでございます。焼きそばでよろしいですかね。はい。いっぱいメニューがあっていいですね。一応キャラクターは出ないですけど、こういうのあるんですね。本来でしたらあのミッキーとかね、他のキャラクターがこうぐるぐる回ってお祝いしてくれるんですけどね。
チョコレートソースでお願いします。ではデザートいただきます。はい、ということで本日はですね、こちらディズニーアンバサダーホテルのシェフミッキーのですねクリスマスビュッフェでした。久々のですねイベントになりますので、ぜひですねクリスマスビュッフェ行ってみてください。それでは終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。